昭和最後の横綱といえば千代の富士ですが、平成の大横綱といえば誰を思い浮かべますか？白鵬、朝青龍とくれば貴乃花ですよね。言わずと知れた第65代横綱貴乃花です。昭和の大横綱千代の富士に引導を渡す形で現れ、平成の相撲界を席巻した貴乃花。空前の相撲ブームを巻き起こした立役者です。貴乃花を筆頭に数々の個性的な力士が平成の相撲ブームを牽引した黄金世代。いつの時代もスターが生まれる時代には同時に非常に強いライバルが現れます。平成の大横綱貴乃花が活躍した時代、その時代も例外ではなく、横綱を脅かすライバルともいえる力士がたくさん誕生しました。その中で貴乃花に一番強かったと言わしめた力士がいました。貴乃花、昭和の時代も残すところあと1年。千代の富士が4場所連続優勝を決めた昭和63年、藤島部屋にまだあどけなさが残る一人の若者が入門しました。花田浩司、後に大横綱となる貴乃花です。父親は昭和の名大関貴乃花、土俵の鬼と言われた第45代横綱初代若乃花を叔父に持つ浩司少年は、父が親方である藤島部屋でめきめきと頭角を現していきます。1988年に初土俵を踏んだ貴乃花は、1989年5月場所での最年少幕下優勝、1989年11月場所で十両昇進、1990年5月場所で幕内昇進、前例がないほどのハイスピード出世となった貴乃花。あまりにも速い昇進スピードに髪が伸びるスピードが追いつかず、ちょんまげ姿でしたが強さは本物でした。1991年の5月場所では、かつて父とも対戦した横綱千代の富士を破り、史上最年少での金星、相撲ファンならず日本中に世代交代を印象つけました。しかし実兄若乃花とともに若鷹フィーバーと呼ばれる大人気にも惑わされることなく熱心に相撲と向き合う日々、ついに1992年1月場所で最年少幕内優勝を果たしますが、勢いはとどまるところを知りません。最年少年間最多勝大関昇進、全勝優勝と破竹の勢いで記録を樹立。さまざまな最年少記録を塗り替えた貴乃花は、1994年秋の九州場所、ついに連続全勝優勝、横綱昇進を果たします。大関昇進と横綱昇進で2度口にした不撓不屈の精神の通り、逆境に負けず勝利におごらず自らの相撲を極め、記録だけでなく記憶に残る名勝負を生んだ貴乃花。引退につながるような大怪我に見舞われながらも、ハワイ出身の大型力士が番付上位にひしめく当時の相撲界で22回の幕内優勝を果たします。2003年1月、平成の相撲界を全力で駆け抜けた貴乃花、引退会見で非常に清々しい気持ちと語り、30歳の若さで引退。そんな記録にも記憶にも残る大横綱貴乃花の取り組みの中で、多くの相撲ファンを熱狂させ切磋琢磨するライバルとも呼べる力士がいました。世紀の大横綱を相手に、もしかしたらと大番狂わせを期待させる。後に貴乃花がインタビューで、ぶっちゃけ一番強かったなと思う力士はと聞かれ、即答し、本当に力士というものを持ってて横綱になってないのがおかしいくらい、相撲教習所でも一緒でしたとして名前を挙げた怪力無双の大関。もうお分かりでしょうか。花の六三組、大横綱貴乃花に本当に力士というものを持ってて横綱になっていないのがおかしいぐらい、一番強かったと言わしめた力士、そう、海王です。貴乃花と海王は同じ1972年生まれ、初土俵も1988年春場所で同じ、いわゆる花の六三組と呼ばれる彼らは、貴乃花を筆頭に兄の若乃花や明けぼの、なんと3人の横綱を輩出しています。3人の横綱と1人の大関を含む11人もの関取が誕生した、まさに相撲界の黄金世代。
海王は小学校から空手、中学では柔道、中学3年生の時に勧められて出場した町内の相撲大会、友綱部屋の後援者がたまたま観戦していて目に留まった。これが海王と相撲の縁の始まりとなったようです。しかし海王の相撲人生は順風満帆なスタートではなく、もともと相撲が嫌いだったという海王は角界の生活に慣れず、入門半年後には脱走、あえなくバレて連れ戻されるという騒動を起こします。一度は逃げ出した海王ですが、部屋に戻ってからは生まれ変わったように真摯に相撲と向き合うようになったそうです。海王は当時を振り返って、あの騒動で覚悟が決まったと語っています。その後の海王は同期の花田兄弟や曙のようにトントン拍子ではありませんでしたが、順調に番付を上げていきました。幼少期に空手道、柔道を学んだ海王は相撲道をひたすらに歩き続けます。では華々しい活躍を続ける花の六三組を海王自身はどう思っていたのでしょう。海王は高花田を自分と同じ年の人間だとは思えなかったと当時の心境を語っています。同時に、同期生があれだけのことができるんだから自分も頑張らなければと自分を奮い立たせていたそうです。花の六三組の中でも同い年の貴乃花の存在は海王にとって特別なものだったに違いありません。ライバルというよりも目標だったとも語り、その背中を追いかけてきたことを告白しています。海王と貴乃花の初めての取り組みは1994年の3月場所、西前頭筆頭の海王と横綱昇進を射程圏内に見据えた大関貴乃花との対戦でした。同場所で一足先に横綱昇進を決めていた曙から初金星を獲得し、大関若乃花も下していた海王でしたが、貴乃花には完敗。海王にとって貴乃花は大きな壁だったのです。1995年初場所、7回目の対戦となった海王と貴乃花は東の関脇と新横綱として土俵に上がります。いつもの取り組み以上に緊張感の漂う天覧相撲での対戦で、海王は浴びせ倒しで貴乃花から初白星を挙げました。貴乃花からの金星獲得に海王はやっと追いついたと感じたといいます。左四つに組めば横綱相手でもなんとかなると自信になったと、貴乃花戦での勝利が転機になったと語ったのです。海王は同期の横綱たちへの思いを、3人は横綱としてボロボロになって早く辞めた部分もあった、あの人たちには追いつけなかったけど長くやることで違った形で動機として何か残せればと口にしています。その言葉通り、海王は貴乃花たちが引退した後も名大関として長い相撲人生を送っています。そこには早くに土俵を去ったライバルたちの分も、少しでも長く土俵に上がり相撲界を盛り立てたいという海王の決意と意地があったのではないでしょうか。実際に海王は2011年に引退するまで10年以上の長きにわたり大関として土俵に上がり続けたのです。貴乃花もそんな海王のことを一番強い対戦相手だったと答えています。現役時代から貴乃花は海王に対して、腕力はすごい、振られると決まっちゃいますよとその力に舌を巻いていました。そして貴乃花は海王の引退の際にも、横綱みたいな大関だったと海王の強さを語っています。何度も対戦した貴乃花はきっと誰よりも海王の強さを肌で感じていたことでしょう。海王に対し、本当に力士というものを持ってて横綱になっていないのがおかしいぐらいと手放しでその力士としての才能を褒めたたえています。もしかしたら貴乃花は海王が横綱として並び立ってくれることを願っていたのかもしれませんね。同期4人での4横綱、貴乃花はそんな夢を見ていたのかもしれません。私の同期でやってきたあの四つ相撲の怪力海王が横綱になれなかった、彼も横綱に上がれればよかったなと今も思います。貴乃花がしみじみと語ったこの言葉に海王の強さが込められているのかもしれません。海王の強さ、では海王の強さの秘密は何だったのでしょう。まず思い浮かぶのはその怪力ぶりではないでしょうか。幼い頃から握力、腕力がずば抜けて強く、
入学した時にはすでにリンゴを握りつぶせたといいます。入門2年目で握力はついに90キロに達し、全盛期には110キロを記録しました。魁王は得意の左四つ右上手からの豪快な上手投げや、小手投げで並み居る力士たちから白星を挙げています。特に相手の肘を両手で抱えて横へ向かって、打ちつける小手投げの威力は絶大で、ついたあだ名は破壊王。強引な投げで鮮やかに勝ちをさらう魁王は、抽選者と称されるほどの圧倒的パワーの持ち主だったのです。実に幕内最高優勝5回、三賞15回、殊勲10回、敢闘賞5回の記録を残しています。幕内在位記録107場所は、未だ破られない大記録です。また強豪ひしめく平成初期の相撲界で同期の横綱たちから6個の金星を挙げました。まさに横綱になっていないのが不思議なほどの強さを誇る大関です。気は優しくて力持ちという言葉がぴったりな魁王は、残念ながらあと一歩で横綱に届きませんでした。しかし持って生まれた怪力を武器に相撲取りとしての技術を磨いてきた魁王は23年もの長きにわたり相撲界を盛り立て、数々の名勝負を私たちに見せてくれたのです。特に貴乃花と魁王の取り組みは手に汗握る熱戦ばかりでした。得意な方に持ち込んだ時の魁王の強さと、そうはさせまいとする貴乃花の攻防は、これぞ相撲の醍醐味だと相撲ファンを納得させます。どちらも正攻法の相撲は私たちに相撲の面白さを、遺憾なく教えてくれたのです。横綱として相撲界に一時代を築いた貴乃花の強さは誰しもが認めるところでしょう。しかし強い横綱には時に横綱に土をつけるほどの強さを持ったライバルが必要です。追う者と追われる者、お互いが死力を尽くして戦う姿は私たちを夢中にさせてくれました。かつてのライバルたちは今でも花の六三組として固い絆で結ばれていると言います。引退後それぞれ違う道を歩んでいる2人ですが、相撲に対する情熱はきっと変わっていないでしょう。いつか貴乃花や魁王の志を引き継いだ強い横綱と強い大関の取り組みをまた見てみたいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録コメントをしていただけるとものすごく嬉しいので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。